モーターとバッ、じゃあね、これでね、うん、ここのスイッチには微弱な電流しか流れない、うん、状態を作り出したんでね、また組んでいきましょう。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はね、これまだね、東京マルイのスタンダード電動ガンね、P90 をね、ちょっといじっていこうかなという動画です。はい、で今日は何をするかっていうと、じゃん、これね、 FET、 うんね、これを取り付けていこうと思いますね。 MOSFET って書いてあるね。MOSFET って読むの、うん、ちょっとよくわかんないけどうん、まあ FET ね。でまあ僕なんかよりみんなの方が詳しいと思うんだけど、うん、まあとりあえずね、このモーターを回すための、まあ、バッテリーからモーターを回すためのスイッチがこうトリガーなんだけど、ここがねどうにも焼けやすいよっていうことなんでね、なんでじゃあ FET 使いましょうと、うん、そんな感じになったわけです。セミオートで特にね、ここがパチパチ、なんて言うんですか、パチパチ、アーク放電でもないや、似たようなもんか、まあね、ギリギリ接するか接しないかの時にね、パチッと火花が飛んじゃうんだと思うけど、スパークしちゃうか、うん、そういう現象を起こさなくするのが、まあ、このパーツだと、うん、なんでなのっていうと、回路を電気的に制御してるんじゃなくて、ここで物理的にね、線をつないだり離したりっていう、やってるだけなんで、モーターに必要な電流もここを流れちゃうわけで、そうするとでっかい電流が、電圧も低いしね、電圧が低くて電流が多いとやっぱり発火したりね、燃えやすかったり熱が出たりするんですけど、まあそういう部分でね、ここが非常に弱いと、うん、例えばそうだな、車の、まあ、バイクでもいいけど、バッテリーつなぐ時とかパチパチってなっちゃうじゃないですか、ね、でコンセントにね、所要電源のコンセントに差し込みプラグを差し込む時にもパチってなったりするじゃないですか。要は毎回ね、セミオートでも、まあ、フルオートでもいいんだけど、毎回ここを接する時にね、こうカチッとトリガーを引いた時に毎回そういう現象がここで起きちゃうんで、うん、非常にここが弱くなっちゃうと、ね、うん、それを防ぐのがまあこれですよと。あともう一つ、ショットキーバリアダイオードか、バリカタとかね、で売られてるやつ、モーターの端子につけるだけですよみたいな、うん、ああいうのもあるんだけど、あっちでもいいんだけど、あっちはね取り付けるのがすごく簡単で、ハンダ付けもいらないと思うんだけど、うん、あっちの方はね、根本的な改善にならないと思ったのと、あとショットキーバリアダイオードって、まあ例えばソーラー発電とかで、ソーラーパネルの逆流防止ダイオードとか、そういうのに使われてるダイオードで、ね、単体でそんなに高い品物じゃないはずなんだよな。で買うとね、2500円とか3000近くするじゃないですか。それがちょっと気に入らなかったっていう貧乏根性でね、ちょっとショットキーバリアダイオードは嫌だなと思っちゃって、うん、でもね、FET は FET でなんかいろいろちょっと問題っていうかね、熱に弱いとか、壊れちゃうとフルオートになっちゃう、うん、熱、まあ、暴走しちゃうとかね、うん、だからちょっとね、気をつけなきゃいけない、重厚管理が特に大事になってくるんだろうっていうところなんだけど、でもね、これもね、作業的にはそんなに難しい感じの作業じゃないので、うん、なんでね、今回はこっち安かったですよ。1350円でした。これこんなね、ちっちゃい基板なんだけど、これと中に熱収縮チューブかな、これ入ってるんでね、うん、これです。ということでね、今回はこいつをいじっていく動画ですね。いやいや、よかった。なんかね、僕のこれスイッチね、そんなにやれてないっていうか、初めて分解した時ちょっと黒くなってたんだけど、軽く磨いてね、復活する程度のまあ状態なんで、うん、
ね、こいつにすると要はこいつモーターとバッテリーの間にこれをかませるんだけど、大電流が流れるのはそこで、ここのスイッチからね別のケーブルを2本引っ張って、そこは微弱な電流を、要はここに微弱な電流しか流さないと、ね、それがパチッと要は通電したかしないかのチェックするだけの役割になると。そうするとここが非常に傷まないっていうような、まあパーツなんでね、うん、あとねそれ以上の機能とか僕は全く分かりません。あの FET が何の略なのかとかも分かりませんまあ勉強不足であれなんですけど、まあつけりゃいいんだろう的な、うん、感覚ですけどね、うん、ショットキーバリアダイオード SBD って略してあるのを見たけど、あれはなんとなく分かったんだけどね、こっちはちょっとね何の略か分かんないです。でも別にそれでいいんじゃねえかなって思います。ということでね、まあとりあえずこれ以上ねセミオートを対応するのにこの純正の状態でやっていくと良くなさそうなのでね、うん、じゃあぼちぼちと作業に入ろうかなと。基本的にはこれについてるリードで足りると思うんですよ、長さ的に、うん。で細いケーブルを、要はスイッチ認識用のケーブルにちょっと細めのねケーブル準備しました。本当はここ T 型コネクタにするといいんだよなとは思ったんだけど、あのパーツがないんでまたの機会にしようかなってところです、うん、まずじゃあこれからねちょっと開けていきましょうか。ちょっと電子部品なんでね静電気で壊しちゃいそうで、ん ?1500 円だったのが1350円になったってこと、うん、まあいいよね。こんなちっちゃい部品です。これがパッケージ兼取扱説明書だねあのほらこうでいいのかな、うん、プラスとマイナスがあるんでね、うん、プラス側要はモーターのプラス、モーターとバッテリーの間にこれをかましてくださいよと。でプラスはこっち側ですよと、マイナスこっち側ですよと。でスイッチはここ見えるかな、こことここ。スイッチはね別に通電オンオフだからね、あのケーブルはプラスマイナスの云々とかあんまり関係ないと思います、うん、っていうねシンプルなあの取り付け方なんでね、この純正のここかスイッチから生えてるケーブルをちょっと外すところからやっていくといいかな。こうさっと熱してさっとこうね作業した方がパーツは傷めないんでね、特になんでね、あのできればねワット数は高い方がこういう作業ははかどると思うんですけど、うん、とりあえずここのスイッチから来てる部分2箇所ほど今外しましたね。要はここスイッチが切れてるんだけど、まあ、バッテリーつないでさ、ここをこうパチ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 オンオフしてるようなトリガーだったわけ、うん、それだとさでっかい電流がスイッチに流れちゃうからあんま良くないよ、うん、そういう状態だったんだね、うんうん、まあこのバンドはいらないんで切っちゃいます。でヒューズからのケーブルは結構あった方がいいと思うんだよな、うん、ダメージがいくとしたらヒューズのケーブルに行っちゃえみたいなノリで、さすがにこの辺までやると邪魔になっちゃうな、この辺だね、いいとこ、うん、いい感じのところで切っちまおう。配線の取り回しとかねどうなんだって感じだけど、あんまり僕あんまり深く考えないで切っちゃいます。ここの黒いケーブル切るとねもうこのコネクタがポンと取れてきちゃいます。ケーブルをハンダ付けしていきましょう。僕ねこうちょっとここ L 字型にこうひねってっていうかね、僕はねちょっとハンダが下手なんで団子になっちゃいましたけど、うん、はい、こっちはうまくいきましたね、うん、プラス側はね、バッテリーから来るケーブルは、まあ、長さを揃える意味でね、あのちょうどね
この FET が入る分短くしちゃってもいいのかなっていう感じですね。まあ同じようにこう L 型に曲げてね、忘れるとこだった。これね、熱収縮チューブついてるんで初めに通しておかないと後から通せなくなっちゃいますからね。いいね。はい、ここの2つはね、うまくハンダ付けできたのかなっていう感じです。で、こんな状態に今なってますね。で、スイッチからのリード線もね、作らなきゃいけないんで、ここは一回ハンダを持ってやって、いいね。ね、このスイッチから2本ケーブルが出た状態になってます。これで出来上がりなんだけど、まあちゃんと動くかどうかね、やってみないとあれですからね。ちょっとこの状態で接続して試してみますかね。じゃあこの状態で、いね、おお、いいですね。うん、こんな感じ。なんかレスポンスが良くなるとか、サイクルが速くなるとか、そういう意見もあるみたいですけど、どうだろうねその辺は僕には分かんないけど、まあとりあえず簡単なハンダ付けで、僕はちょっと丁寧さを変えちゃったんであんまり綺麗にはつきませんでしたが、簡単なハンダ付けでこう取り付けていくことができましたね。こんな感じです。はい、じゃあね、FET についてきたこれ熱収縮チューブね、この透明のやつかぶせてあるんで、ちょっとこの辺を軽く炙ってね、こんな感じです。じゃあね、これでね、ここのスイッチには微弱な電流しか流れない、状態を作り出したんでね、また組んでいきましょう。これでね、無事に、Pちゃんが FET 化できましたね。これで心置きなくセミオートを打つことができますね。ね、とりあえずせっかくなんで初速とサイクル測ってみますか。バレるかな。よしと。まあ変わんないね。フルオートでじゃあサイクル。お、なるほど。ちょっとお部屋中にビービーなんだ。ああ、913.5 ってことだから、ちょっとサイクルが上がったのか。なるほどね。あれだよね、レスポンスが良くなることもあるみたいだから、まあこれはこれでね、ちょっと良かったですね。サイクルは870とかその辺だったのがね、ちょっとサイクル上がったんで、これはこれで良かったのかなと思います。いかがだったですかね、FET の取り付けね。慣れればね、まあそう何度もやるような作業じゃないけど、慣れれば簡単なんじゃないですか。基本的には考え方はね、バッテリーとモーターの間にかませて、で基板上のねスイッチ、通電を検出するところに、まあ2本ね、トリガーからのケーブルをっていう、合計6箇所のねハンダ付け、回路としてはすごく簡単だし、方向間違わなきゃ特に難しいこともないですよね。でサイクル、まあちょっと上がったんだけど、なんだろうね、これのせいなのかどうなのか、レスポンスが良くなるっていう話はね、なんか聞いたことがあるんだけど、サイクルとかどうなんだろう、性能が上がるような改造じゃないと思うんだけどね。
まあただ分解組み立てを繰り返すたんびにそのちょっとずつね、良くなってるし、パーツも変えていってるしね。もしかしたらあのメカボックス内のグリスが切れてきてスコスコなのかもしれないね。なんか電動ガンってあのものすごく粘度の高いグリスを使いますよね、シリンダーの中っていうか。あれシリコングリスとかだと良くないのかな。僕もちょっと詳しくないんでわからないけど、メカボックスの中ね、あの次あたりこんなパーツとかメカボックスの中にちょっと手を入れていこうと思うんですよ、この辺。これはちょっと先になるかもしれないけどね、ここベアリング入ってたりしてちょっと良さそうだな。こんな感じのものをね組んでいこうと思うんだけど、どうなんだろうね。グリス、ベタベタなグリスにした方がいいのかな、それともシリコングリスかなんかでサラッとでいいのかな、ちょっと悩んじゃうね、どんなのがいいのか。まあこれ入れる前にスプリングガイド入れるかな、あのベアリングが入ったタイプのやつね。ちょっとね取扱説明書がこれだけでねなんだか不安だったですけど、1500円ぐらいでね、手に入れられるんでハンダ付けの練習にもいいと思いますという感じですね。もう今日の動画これでおしまいですよ。はい、また別の動画で会いましょう。なんだろうね、これがね説明書これだけなんだよな。ということでね、また別の動画で会いましょう。バイナラバイナラバイナラ、またね。今度はメカボックスいじっていくよ。